こんにちは、トイハッピーです。今回のドリームトミカ枠、崩れた。こちらです。はい、こちらも3個以上で割引ってやつでしたね。まずはハローキティ。キティちゃんもね、何でもこなしますからね。はい、ダイキャストのボディが多めということで結構重たいですね。いいツヤです。まるまるキティちゃんのデザインがそのまま取り入れられてる感じですね。側面にはハローキティの名前、あ、テールランプがハート。この1101ナンバープレートなんでしょうかね。なんかリンゴ何個分とかまた意味合いがあるんでしょうか。あ、これもサスペンション付き。天井にはヘタとリボン、いいハンドルです。はい、続いてはクマモン。すごいですね、相当熊本県に貢献してますね、このクマ。でこちらもおっと、ずっしり、なんかフォルクスワーゲンのような、スバルのような、そんな形状ですかね。これもサスペンションですね。側面と天井にはタスキでクマモンの塗装が入ってます。ツヤツヤなブラックボディで、ホイールはどことなくレトロなデザインです。リアウィンドウは阿蘇さんでしょうか。そしてミッフィーさん、こちらはキャラクターがそのまま車の形じゃなくて、ミッフィーが操縦してますね。乗り込んでます。丸っこい可愛いデザイン。日本名ではうさこちゃん。口は閉じたままだけじゃなくて、ちゃんと絵本の中では開いてたりするんですよね。ものすごくシンプルなんですけれども、世界中でブレイクしてるキャラクター。これはさすが、あ、入ってないんですね。ボディ部分はちょっと固めの樹脂パーツです。すごいシンプル。はい、そしてこちら4代目が子供チャレンジでおなじみの島次郎。なぜか時期になると手紙が勝手に送られてくる不思議なメーカーだったりします。はい、こちらが島次郎か。なんでしょうね、これサファリパークとかで走ってても違和感なさそうなデザインですね。サスペンション付き、ボディ全体はトラ、そしてすごい主張が激しい尻尾、黄色ボディの黒ライン。さあ、ボンネットから天井にかけてはトラをイメージのペイントです。はい、今回はこのアニマルカー軍団でした。アニマルとはいえキティは猫じゃないんですよね。ご視聴ありがとうございました。トイハッピーでした。チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。